誰か僕に大丈夫だよって言ってくれないかな。僕は今ちょっと弱っているから、そんな言葉で頑張れる気がする。僕はパワーアップして、今度は他の誰かに小さな勇気をあげる。それはコミュニケーションの小さな波動。できることなら悲しみでなく微笑みが広がりますように。NTT 東日本。